店長武蔵チャンネルでございます。ホンダの CG125 というオートバイでございます。ちょっと昨日フロント周りをねちょっとやらせていただきました。ブレーキレバー、クラッチレバー外して、あとケーブルにね、であとフロントホイール、外して、ちょっとなんかねグリス、ブレーキカムのところ、まあ、溝が切ってあるんですけど、グリスは特に刺さってないので、ほんの少しね油分がついてるかなっていう感じですから、そこにちょっとクリスをね入れさせていただいて組んでます。ですのでしばらくはいい状態で乗れるんじゃないかと思います。クラッチも気持ちね、操作感が、はい、良くなった気がします。ブレーキもスムーズにねこんな感じで戻るんで、だからまあそういう意味じゃいいかなと思います。で、こちらはね IBS さんの車両なので、 IBS さん組み立てしてる車両に関してはやっぱりさすがにグリス塗ってねアクセル入れてたりとか、そういうことをやられてますね。ただそのどういうあれなんですかねこれね、組み立てて、あとちょっとこのスロットルとかねどうなってるのかなっていう、そこなんですよ。で実はですね、TS185 とかは、まあ、梱包でね買ったことがありますので、これ、ね、どういう状態で、組まれているのかな、要は何が外れて何がくっついてるのかなとか、そういうのが、まあ、分かるんで、はい、だから、まあ、ここを組み立ててるんだなっていうね、IBS さんの方でこれ組み立ててるっていうのが分かるんですよ。ただちょっと CG はね分かんないですね、どうなのかね、はい、なんでちょっと、はい、外してますね。でこれ外して、これこうやって外れるのね、これはいい作りですね。はい。で、ちょっとこっちね。で、スロットルをちょっと抜きますね。TS はスロットルがついてない。あ、よかった。塗ってないね。はい。だからこれちょっとグリス内側にね、塗布して、はい。まあ、やっぱりほら、樹脂でね。で、こっちメッキの、パイプハンドルで。まあ、滑りはね、いいとは思うんですが、やっぱりずっと使ってればね、はい。だんだんとなんか問題が起きてくるんじゃないか。ね。そんなこと思いますんで、ちょっとね、グリスを薄く塗っといてね、で滑りを良くしとけば、なんかいいんじゃないか。なんかいいね。はい。感じがします。はい。で、今日は大丈夫ですか？昨日は、昨日は実はね、昨日も撮ってたんですけど、しょっちゅうね、バッファーエラーでね、録画が終了してしまう。さらにはですね、もう、受信、バッテリーですね、マイクの、受信機側もうバッテリーなくなって、もうそういう感じで、とてもじゃないけどもうこれね動画やってる場合じゃないなっていうね。はい。でそう、動画がメインじゃないんでね、本来ね、こっちこの整備するのがメインなんで、それでこう毎回ね手が止まったりやれこうね、それでこうちょっとなかなかねうまくいかないっていうね、はい、そういうこともございます。はい。話すネタがないとかね、まあ、そういうことももしかしたらあるのかもしれないね。それがそういうのをテンション、そういうテンションが、まあ、そういうところに行ってるのかもしれないっていうね。はい。ね、ネタがないんですかとかね言われちゃうとね、ちょっとそうないんですね。はい、ないです。はい、ないんですけど、でまあそう言いながらまあいろいろ喋ってはいたんですが、結局まあもうボツね、ボツね、ボツでいいね、そんな大した内容のことは喋っていないからね、ボツね。はい。昨日はですね、ちょっとね、気合を入れてね、これはちょっと、やんなきゃなーなんてね、思いながら、はい。ちょっとね、やらせていただいたんですけど、ちょっとこのね、CG、はい、CG。あと、SRX の、スプリングつけました。このリターンのね、ブレーキペダルのリターンスプリング。で外さないとできないね。外して、で、やりましたね。そのあたり、SRX は、はい。あとはちょっと、請求書ですね。請求書作ってっていう感じでございます。やっぱりね、結構な金額になっちゃいましたね。はい。で、車検で、って、ただ車検でいくらって言ったらびっくりするような金額ですかね。はい。まあ、ただ、やっぱりね、タイヤ変えたり、そういうブレーキね、開けたり、あと何でしたっけ？クラッチ側のカバーのネジの開けてね、ネジ修正したり、まあそういうのも全部ね、あと後編でちょっと東京行ったりとか、まあ、そういうのもやってますから、まあ、致し方ないのかなとは思うんですけど、あとスプロケットか、あとスプロケットもありましたからね、で、後ろ、また同じスプロケットにしたんですけど、あんまり安い、要は純正品も出ないんで、社外でね、で、実はなんか CBR と一緒なんですかね、CBR の250
か何かと同じっぽいんですよ。同じっぽいんですよ。まあ、ただちょっとねあれだから、まあ、同じサンスターの売ってるんでね、それを取り付けさせていただいてね。チェーンは大丈夫でしたね。チェーンは特にキンクも出てないし、うん、あの伸びっていうのもね、うん、やっぱりスプロケット側が柔らかいからですかね。そっちの方が完全に。でもこの間気づかなかったのね。参っちゃうね。ダメだよね、気づかないとね。いや、これスプロケット買えないとダメですねってね、はい、うん、あまりもしかして私のテンションが高くなるいやいや、テンションじゃないよ。見た時にね、うん、そうキャブレターのことばっかやってたからね、うん、そっちでちょっと気がね、うん、そういうのもあるんですよ、うん、ね、はい、どうなんだろう、はい、ということで、もう土日はなんかね晴れるらしいんでね、今日はもう台風が来てるからちょっとね、そうで、今回の台風は風はあんまりね、もう勢力的にはそんなに強くない、ただ雨をねいっぱい降らせるっていうようなね、タイプのものだということでですね、はい、いかがでしょうか皆さんね、危ないです本当にね。最近はもうここ最近ですよね。だ、変わったことっていっぱいありますよね、ここ最近でね。昔はこうだったっていうね、今はこうだっていう感じですけど、はい、だからやっぱりね、ほら想定外ですとかね、やれなんだってそういう話がね、一時期そんななかったか、想定内ですとかね、やってる方いらっしゃいましたけどね、だからそういうこうね、いや今までこんなことなかったってね、過去50年ぐらいあれだ暮らしてるけど、こんなこういうことはなかったですねみたいなことがねよく起きるっていうね、はい、非常にちょっと、ね、怖いね、あれですよねこれ結構あれだね、締めてるけどガタあるね。ピンはついてるんですよ。ピンは周り止めのピンはついてるから回らないんだけど、これはやっぱりあれですか、ウーヤンマジックでウーヤンあるある、マジックじゃない、ウーヤンあるある、これね、ここのこのねあれがね、うん、そう CB190S とかも確かこう少し動くんですよね、カクカクね、周り止めのピンがついてるにもかかわらず回るんだよ、少し。それがちょっとねいただけないなとは思うんですが、まあ可愛がって、まあそれもね可愛がってじゃないよね、それもまあね、そんなもんだとね思っていただくしかないですかね、はい。でこれね、この純正でしょ、これ純正、面白いの、純正なんだけどこういうウエイトなの、よく社外で売ってるようなやつ、ゴムのね、うん、でネジで締めてこう広げてっていうねタイプなんですよ。面白いですねこれね、あんまり純正でこういうの使わないと思うんですけど、うん、よしね、これね、こんな感じで、あ、いいですね、はい、よし。そしたら後ろ回りをねちょっとやって、はい、申し訳ない、ジクサーまだやってない、やれてないんですよ、すいません。でちょっと雨でしょ、どうしようかな、まあうちの ADV と KRV 外に出してるんですけど、うちの ADV2 台、KRV2 台ね、あと ADV、 それを外に出して、もうそれはもう諦めてます、はい。で他の車両はちょっとあんまりね、 V ストロームを濡らすわけにはない、これ、ね、あと SRX もちょっと、まあ、あんまりね濡らしたくない、CG はまあダメだこれは整備だからそういう意味では濡れない、ね、やってるわけだから、うん、そうなるとあれかな、シルバーベースかな、シルバーベースも濡らすとだったな、怪しいもんね、うん、そう怪しいんですよシルバーベースね、そう怪しいっていうのはその防水対策とかそういうのがどうなんだろうなっていうねことですよ、うん、そうなんかね、これはね前からね一回はちょっと買ってみたいなと思ったんですよ、シルバーベースっていうね、SWM っていうイタリアの会社のオートバイですね。で単気筒、ただ4バルブエンジンなんですよ。で外観を見るとホンダの CB400SS とかタイプになんとなく似てますよね、外観はね、うん、中身はまあもちろん違うでしょうけど外観が似てるんですよね、シルバーベースっていうね、はい。でもう一個ね、何種類かありますよね、3種類ぐらい確かあったと思うんですけど、グランミラノでしたっけね、あともう一車種なんかありますよね、そう普通のね、まあ普通のじゃない、まあ、どれもクラシカルタイプ でシルバーベースだけはまあ、スクランブラータイプなんですよね。うん。で、アップマフラーがついてて、でタンクがなんとね、22リッター入るらしいですね。22.5リッターって言ったかな。400でね。もうこれはね、
ちょっと魅力的。うん、やっぱりガソリンいっぱい入るといいですよね。でこれ新車とかのガソリン入れるのに運ぶのにちょうどいいですね。まあ、30リッター入ったらもういいんですけど、でもね、最近ねガソリンも高くなってきてね、ちょっとねあんまり厳しいですよね。やっぱりね、ハイオクだって200円するもんね。10リッター入れたら2000円だもんね。まあ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 、それはね、はい、ちゃんとお金を最初にもらってダメですか、納車整備代を少し乗せようかなとか、ね、ダメですかね。結局それでガソリンもねすごい高いって、まあこの辺はね、千葉って安いんですよ。正直ガソリン安いんです、はい、都内に入るとちょっと高いかなっていうね、そういう感じなんですよ。ただね、まあ、そうは言ってもやっぱりね、っていうことですいません、